プリンストンはアメリカ合衆国ニュージャージー州中部マーサー郡に位置するバラ。ナッソーストリートアイビーリーグの一角をなすプリンストン大学をはじめ教育研究機関を数多く抱える学術都市である。またダウジョーンズなどの大企業も本社を置いている。ニューヨークとフィラデルフィアという二つの大都市からほぼ遠距離にあり、どちらからも 週間高速道路や郊外列車を利用しての通勤が可能であること、さらには州内のニューアーク、トレントン、カムレン等と比べ治安が良好であることから、郊外都市としての側面も持っている。ニュージャージー州の州都はトレントンであるが、ニュージャージー州知事の官邸は北東に約2 0トル離れたこのプリンストンに立地している。1945年、 モーベンと呼ばれる建物が正式にニュージャージー州知事官邸になった。その後、モーベンの近くにドラムスワケットという建物が官邸として建てられ、現在に至っている。モーベンは現在ではニュージャージー歴史協会の本部となっている。プリンストンは一つの自治体ではなく、中心をなす、面積約5平方メートルのプリンストン市と、その周囲を取り囲むプリンストンタウンシップからなっている。 元は一つの自治体であったが、学校税をめぐって争いが起こり、1894年に両者が分離、現在に至っている。プリンストン大学のキャンパスの大部分はプリンストン市に属するが、一部はプリンストンタウンシップにかかっている。プリンストン市は人口14,023人、プリンストンタウンシップは人口16,027人である。 1746年に創立されたカレッジ・オブ・ニュージャージーがこのプリンストンに移ってきたのは創立から10年後1756年のことである。この時に大学は現在のプリンストン大学という名に改められた。同時にプリンストンは全米有数の学術都市としての道を歩み始めた。プリンストン戦場後プリンストンはまた独立戦争においても重要な地であった。 1777年1月3日、ジョージ・ワシントン率いる植民地軍は、味方の指揮官であったヒューマー・サー将軍を戦死させて、しまったもの,のチャールズ・コーン・ウォリス率いるイギリス軍を破り、プリンストンの戦いと呼ばれるこの戦闘で勝利を収めた。当時のプリンストンの町から西へ約3キロメートル離れた、この戦場跡は現在の市の中心であり、 プリンストン古戦場修立公園として保存されている。1783年夏、大陸議会はプリンストン大学のナッソーホールに集まった。その結果、プリンストンはたった4ヶ月の間ではあったが、アメリカ合衆国の首都になった。大陸議会がパリ条約調印、独立戦争終戦を知ったのは、このプリンストンであった。当時、この周辺は農業地帯で、 ナッソーホールと数軒の家屋が、大学全体を構成して建っているのみであった。19世紀に入ると、ニューヨークとフィラデルフィアを結ぶ鉄道が引かれ、プリンストンにその駅ができた。しかし19世紀中盤に入ると、ルート短縮のために直線化がなされ、プリンストンの南数マイルのところを迂回するようになった。新鮮には、プリンストンジャンクションという駅ができ、 そこから分岐する支線がプリンストンの中心部と本線とを結んだ。これらの鉄道は現在でもニューヨークとトレントンとの間で営業運転を行うニュージャージートランジットによって運営されている。プリンストンはグロバー・クリーブランドおよびウッドロー・ウィルソンの2名のアメリカ合衆国大統領ゆかりの町である。1894年、クリーブランドは 大統領としての2期目に、このプリンストンで家を購入し、そのままプリンストンに住み着いた。1908年に没すると、クリーブランドはプリンストン墓地に埋葬された。一方、プリンストン大学で教鞭を取り、学長も務めたウィルソンは、1912年にアメリカ合衆国大統領に選出された。ウィルソンは2期にわたって大統領を務め、 第一次世界大戦後に14箇条の平和原則を執筆、国際連盟設立へとつなげた。1915年にはプリンストン高校が開校した。当時、この近辺では白人と黒人を分けて教えることが普通で、実際に黒人用の小学校もあった。しかし同校は開校当時からすべての人種を受け入れた教学校であった。 プリンストンのすべての学校で全人種教学になったのは1947年にニュージャージー州憲法で公立学校及び民兵における人種隔離が禁止されてからのことである。1933年、アルベルト・アインシュタインがプリンストン高等研究所に着任し、このプリンストンに住み始めた。はじめはある種の陳奇さを感じたアインシュタインであったが、徐々に このプリンストンに慣れ、それまでに住んだ、どの町よりも落ち着くようになったという。アインシュタインは1955年に没するまで、このプリンストンに住み続けた。プリンストンは、ニューヨークの南西約 80km、フィラデルフィアの北東約 70km に位置し、どちらからも通勤可能な郊外都市としての側面を持っている。 この両都市からは途中まで週間高速道路を利用することができる。また市にはニューヨークと州都トレントンとを結ぶ郊外列車ニュージャージートランジットの駅がある。トレントンではフィラデルフィアの地下鉄郊外列車であるセプタに乗り換えることができる。これらの郊外列車はプリンストンの玄関口となるニューワーク国際空港やフィラデルフィア国際空港にも 通じている。アメリカが州国統計局によると、プリンストン市は総面積4.8キロ平方メートルである。市の全域が陸地であり、水域はない。また、プリンストン市の周囲を取り囲むプリンストンタウンシップは、総面積43.0キロ平方メートルである。このうち、42. 4 2 4ロ平方メートルが陸地で0.6キロ平方メートルが水域である。 タウンシップの総面積の1.38%が水域となっている。プリンストンは四季がはっきりしており、一年を通して平均的に降雨がある。冬には降雪も見られる。年間降水量は1000ミリメートル程度である。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。プリンストン高等研究所、プリンストン高校プリンストン日本語。 学校オフィス学術都市プリンストンを代表する教育機関は何と言っても市の中心部にキャンパスを構えるプリンストン大学である。1746年創立のこの私立大学は IB リーグの一角をなす名門で全米のみならず世界中にその名を轟かせている。同大学はハーバード大学、イエール大学と共に US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングで 毎年トップ3にランクされている。2006年のランキングでは1位であった。しかし、同大学はハーバード大学やイエール大学とは異なり、総合大学でありながら少数精鋭性による伝統のリベラルアーツを重視する教育を行っている。プリンストン大学のキャンパスのほとんどはプリンストン市域内に収まっているが、一部は 市の周囲を取り囲むプリンストンタウンシップにかかっている。プリンストン大学のほかウェストミンスタークワイヤーカレッジもプリンストン市内に立地している。プリンストンタウンシップには、プリンストン高等研究所やプリンストン神学校が立地している。また、IB リーグの本部もプリンストンにある。プリンストン地域学区は、プリンストン市、よびプリンストンタウンシップの公立学校を、 運営している。同学区は小学校4校、中学校1校、そしてプリンストン高校を運営し、プリンストンの K12 課ほどを支えている。プリンストン高校は学業的に非常に優れており、生徒のサットの点数では常にニュージャージー州内でトップ3に入る。また、同校の生徒はプリンストン大学のフリーコースを受講することができる。 同学区の公立学校6校のうち、このプリンストン高校のみがプリンストン市域内にあり、小学校4校と中学校は全てプリンストンタウンシップに立地している。このほか、プリンストンには私立学校が多数存在する。市の教育、研究水準が高いため、プリンストンは企業にとっても魅力のある都市である。プリンストンには SAT などの標準テストを作成している。 エデュケーショナルテスティングサービス、調査会社オピニオン、リサーチ社、電気のサーノフ社、FMC 社、ウォールストリートジャーナルを発行している出版社、ダウ・ジョーンズといった企業が本社を構えている。また、事前団体、ロバート・ウッド・ジョンソン財団の本部もプリンストンにある。以下は2000年の国勢調査における、プリンストン市の人口統計データである。基礎データ人、 種別人高校成年齢別人高校生、プリンストンの人口構成は、プリンストン大学の影響を受けている。そのため18から24歳の年齢層が占める、割合が総人口の4割と高く、また、年齢の中央値が若い。世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。